はい、どうも船乗りのオイルです。冒頭からちょっと難しいことを、書いていきましたけど、要するにこのポンプですね。このポンプの、メカニカルシールを変えていこうと思ってます。で、このポンプは、僕らが船で生活するために、飲み水を、供給してくれるポンプですね。で、それのポンプのそのメカニカルシール、そこからちょっと水が漏れたんで交換していこうと思います。で、今これがポンプ付きのモーターですね。では、ポンプ付きのモーター、これを今外してるところです。で、こうやって、ジャッキをかけて、今外そうとしています。はい、で外れました。で、今見えてる羽みたいのがインペラです。で、これが今ケーシングですね。器ですよ。この器の中でこの羽が回ることによって水が上がるっていう仕組みですね。で、そこ、この軸のとこから水が漏れてるんで、その軸のとこにメカニカルシールっていうのが入ってるんで、それを今交換していくところです。で、今ストップレート、これ外して、インペラ、これを外します。で、キーですね。今インペラが動かないようにするためのキー、それ今外しました。で、止めは今それを外して、これがメカニカルシールですの、誘導リング、動く方ですね。動く方のリングです。で、今この中に固定リングが入っていて、それを今外そうとしています。今外れましたね。で、適当に掃除をして、で、ツラも掃除して、これは当たり面ですね。当たり面も掃除して、で、軸も掃除します。で、パーツクリーナーできれいに汚れを取ります。で、これが新しいメカニカルシールです。で、今これが、誘導リング、回転リング、これが固定リングですね。で、これ接触面にゴミとかが噛まないように、こうやって、誘導リングと固定リングで押し合って、接触面に傷がつかないように組み立てていきます。で、組み立て終わったんで、ケースの、ケースを組み立てていきます。で、シールを入れて、回転リングを入れて、位置を決めて、プレートですね、バネを押さえつけるプレートです。
で、これがキーですね。インペラが動かないように、回転しないようにするための、板ですね。で、プレートを押さえ入れて、で、留め輪。この留め輪が、軸に溝が掘ってあって、この留め輪が入るようになっています。で、この留め輪が入ることによって、さっきのメカニカルシールの回転リングのスプリングが、それによって効くようになっています。要は下に押さえつけられる形になります。で、インペラの軸の中もきれいにして組み立てていきます。で、ストッププレートも入れて、で、止めます。セットビスで止めます。で、異常がないかったんで、これをまた組み立てていきます。で、締め付けて作業終了ですね。はい、組み立て終わったみたいです。はい、他に異常がないか確認して作業終了です。今回はここまでの動画です。こんな感じで作業し終わりました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それじゃあね、バイバーイ。